とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略、やっていきたいと思います。今シーズン、急げば20分以内で行けます。まあ、とにかく急いでいきましょう。まず、1回入りまして、エンチャント入れましょう。働き鉢です。1回はね、とにかく、ジオマンサーが鬱陶しい。あいつを、早く処理してしまえば、だいぶ動きやすくなりますね。まあ、その辺、処理するっていうのもなかなか難しくはあるんですけども、まあ、極力早く倒すようにしていきましょう。まあ、出る場所っていうのは、まあ、やってればそのうちってか、わかるようになるんで、まあ、とにかく、ジオマンサーを先に倒すようにしていきましょう。OK。あと2体ぐらいかな。ここね、ジオマンサーいなければね、だいぶ早くいけるんだけども、こいつがいるとちょっとこの足止めが、めんどくさすぎる。よし。終わりでーす。1回クリア。次に行きます。ここ報酬、ドラです。ドラを取っていってください。で、2階がね、ちょっと難しいかな。まあ、うまいこと、この、クリーパーの処理が、しっかりしていけばいいです。あとね、この蜂が出れば、結構蜂で処理してくれるんで、いい感じなんだよね。食らっちゃった。まあいいか。もうクリーパーはいません。クリーパーこうね、10体ぐらい出てくるんだよね。よし。まあ、極力食らわないように。まあ、食らったとしても、まあ、半分も減らないぐらいなので、しっかり回復してあげれば大丈夫でしょう。2回クリア。ここの報酬で、雷の杖ですね。持っていきましょう。で、ここも特に問題ないですね。うん。まあ、1階、2階がちょっとめんどくさいけども。3階からはそうでもないかな。お、今回結構矢が出てきてくれるな。まあ、矢は出てきてくれるけども、そんなに使わないんだよね。今シーズン。まあ、終盤若干使うけども、この矢が出ないと足りないぐらいではないので、全然大丈夫です。よし、これでおしまいですね。3回クリア。報酬でバーストクロスボウを取りましょう。エンチャント入れていきます。長弾を2ですね。で、ここ、バーストクロスボウで倒していくと結構安全です。嫌な敵も多いからね。ここはバーストクロスボウを、使っていきましょう。はいはいはい。攻撃力もね、結構あるんで、十分ですね。で、長弾をつけたことによって、だいぶ使いやすくなるんで、長弾には必ずつけるようにしてください。ここで星なき夜です。今シーズン、星なき夜を最後まで使っていきます。で、エンチャントですね。火属性と蜂です。とにかくね、攻撃力が高くて使いやすいんだわ、星夜は。うん。で、しかも今回、防具は反逆者で行ってますので、相性がいい。はい、終わり。この一気に倒す感じでね、サクサクと倒していきましょう。報酬何もいりません。どんどん進んでいきましょう。ここも問題ないかな。あ、思いっきり食らってる。思いっきり食らってる。まあ、あの、弓を使っていけば、大丈夫なんで。危ねえと思ったら、もう弓をどんどん使っていってください。蜂がうまいことね、出てきてくれればいいんだけど、今回蜂の出があまりよろしくない。
次、報酬何もいりません。そのまま行ってください。で、ここも、この星なき夜の範囲の広さ、これでガシガシ倒していけるんで、いいですね。あ、で、蜂もよく出てきて、出た。蜂のね、出方によって、ちょっとスピードが変わってくるんで、極力いっぱい出てきてほしい。7回クリア、サクサクいきまーす。報酬いりません。ここはね、若干敵が多く出るのでちょっと時間がかかっちゃいますね。でもまあまあちょっとっていうことですよ。でいっ、 OK、 パッチが OKOK、 3体出てくれた。3体出てきてくれればもう大体任せてて大丈夫だね。3体の攻撃力があればいい感じ。当たるかな。当たったね。ナイス、オッケー、終わりかな。8回クリア。ここで傭兵のアーマーを取っていきます。んで、職人ですね。ここは星夜をあげましょう。んで、防具エンチャント入れていってください。雪玉さんのクールダウン1です。まずは雪玉を入れた方がいいですね。んで、ボスです。ボスはドラを使って、雷の杖を落としていく感じで大丈夫です。雷が3回ぐらいで倒せるかな。ドラで雷を打ちながら叩いていってください。よし、終わり。よし、んで、ここの報酬は何もいりません。んで、あれを入れとかんとね。クールダウンは、3まで成長させましょう。反逆者は、最後まで来ていきます。もうこれで装備が、大体揃ったということですね。あと弓は揃ってないけどね。武器防具はもうこれで完成です。あとは職人で上げていくだけ。よし、おしまいか。11回クリア。次に行きましょう。パワーシェイカーを取っていってください。で、ここちょっと面倒くさい敵が出てくるので、弓を多めに使っていってあげるといいですね。はいはいはい、よし。長弾をね、先に多めに入れるっていう手もあるんだけども、これはクールダウンの方を先に入れるタイプですね。 OK、 いい感じ。いないかな、こっち側は。いないね。じゃあ上に行きます。よし、やっぱね、雪玉がね、ものすごくいい。雪玉での足止めが本当にね、いい感じなんだ。12回クリア。バーストクロスボウ、長弾ついてないんだけども、新しくしていってください。マルショット2ですね。で、クールダウンを3です。ここネクロマンサーが出てきます。あら、落ちない、落ちねえな落ちねえな。 OK、 蜂が出てきてくれればだいぶいい。落ちろ、落ちないな、調子悪いな。うまくいけばサクサク落ちるんですけどね。いいんじゃない。よし、
まった。あぶねえ。固まると落ちたかと思うね。よし。で、これでネクロは倒しきったかな。任せだ。おしまい。13回これでクリアです。次、ここは報酬いりません。そのまんま行ってください。ここ下に落ちないようにですね、注意してください。まあ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 落ちはしないとは思うんですけど、落ちたら大ダメージもらってね、ちょっと注意しましょう。極力蜂が多めに出てきてくれれば嬉しいんだけど、今回あんまりその運は良くない。出てきてくれるときはね、ほんとガシガシ出てきてくれるんだけど。14回クリア。次、報酬いりません。どんどんいきますよ。あ、で、防具入ってで、マルチショットも入りましたら、こっち側を上げていきましょう。最後までつきま、使いますので、3-3に最終的にはしてください。まあ、する順番なんかは、まあ、お好みですね。自分の使いやすいエンチャントを先に入れていくといいと思います。じゃあ、終わり。15回クリア。んで、16回が初にね。で、雷の杖を新しくしていってください。攻撃力がガンと上がります。1万ちょっと与えるかな、1万2000だったかな。で、ユニークで傭兵のアーマーを反逆者に変えていきます。こっからが、攻撃速度も上がって倒しやすくなります。で、ここのボス、最初のボスと同じくですね、ドラを使って雷をガシガシ落としていく。まあ、その間にパワーシェイカーで、叩いていってください。いいね。終わり。17回クリア。ここはですね、愛のメダルです。多分これがね、一番使いやすかった。あれ、いいね。なってる、なってる、なってるよね。ちょっと待って、なんか変になってる、変になってる。え、なんかエンチャポイントもらったぞ。愛のメダルもらったのに。おかしい、おかしい。なんか変になった。まあ、ラッキーでしたね。行きましょう。エンチャント入れていってくださいね。最終的には3-3になるようですね。何だったの今の。多分裏技みたいな感じだな。いや違う、あれは多分速度が遅くなって、それで何か起きたやつかな。普通ではちょっと起きないやつだと思う。よし。で、ここなんかも、星夜のね、攻撃範囲の広さがものすごい生きてきます。よし、行け。終わりかな。18回クリア。次に行きましょう。ここ何も取りません。うん、両刃物もいいかなと思うんだけども、どうも。あ、嘘。嘘だろ。星寄るで行った方が、安定しました。嘘だよ、もう。なんか最近ね、よく食らうんですよね、これ。なんだろうね。この上から降ってくる瓦礫の攻撃にどうしても当たってしまう。もう、なんか当たりやすくなってないですか、あれ。ほんと最近ね、3回に1回はあれにぶち当たるんですよね。
いいね、蜂がこんだけ出てきてくれると嬉しい。で、まだまだポップします。 OK、 極力エンチャンターが先ですね。パンがある、ありがたい。最初にね、あのダメージを受けちゃったんで OK、 おしまいです。19回クリア。ここ報酬何もいりません。まあ、釣り竿を取った時はサイスで良さそうだけどね。よし。で、ここがね、結構嫌なやつが多いんで、蜂を向かわせる、もしくは蜂が出なかった場合は弓で戦うようにすると安定します。ここほんと嫌だもんね。 OK、 蜂いい感じで出てきてくれてる。よし、下はもういないかな。いけ。これうまいことね、近接の敵が引っかかってくれれば相当早い。嫌な場所にいるな。そこか、ちょっと隠れてる。よし、おしまい。最初の最後の方がねちょっとめんどくさいですね。で、ハープーン、これ変えてください。ハープーンにはこれ長弾3と、マルチショット2ですね、入れましょう。ハープーンは、あれで完成かな。うん、あ、最後マルチショット3入るかな。で、ここもね、クリーパー多いです。戦う場所がね、この辺だったらね、いい感じっぽい。うん、この辺から撃ってあげると意外と安全にいけましたね。あぶねー。ね、ど真ん中この辺とかで戦うとちょっと危ないので、外れたところで戦ってあげた方がいいです。報酬何もいりません。そのまんま行きましょう。ここもめんどくさいんだよね、とにかく敵が多い。うん、弓をね結構使ってあげるといいです。終盤はね結構弓が使えます。特にこのハープーンが本当にね、いい感じ。あーもうまあまあいいや、まだザコがね、あと1、2体出てくるんで OK。 お、ナイス、ありがたい。あー、そっち側に行ったか、ちょっとやだな。よし、ここラビジャ2体いるので、一応注意してください。弓を多めに戦っていくといいです。で、来たらドラを打ってね、攻撃してあげるといいです。なんか手前に戻ったな。まあ何かここを倒した後に落ちて戻ろう。よっしゃ、こっち側なんかいそうだもん。いるね。で、あと向こう側に3体ぐらいいておしまいなので、愛のメダルで終わりですね。22回クリア。報酬何もいりません。どんどん行ってください。剣完成、防具完成、ハープーンがあとマルチを1つければ OK ですね。いいね。で、ボスがね、一応攻撃力がものすげえ高いので注意してください。うん、振り下ろしもらうと、あれ振り下ろしだけの攻撃じゃないからね、その後毒のダメージもついてくるんで、あー、まずいまずいまずい、危な。よし、終わり。やっぱね、攻撃力じゃん、防御力高いね、かなり粘ってくるもん。
よし、まあ、星寄るの、よし、攻撃力がもう足らなくなったっていうのもあるけどね。でもまだ全然これ元々が強いんで大丈夫です。よし、23回クリアで職人行ってボスでおしまいですね。何も言いません。ここで、星なき夜をあげましょう。で弓にはマルチショット 3ですねをつけて OK です。あ、1余る、そう1余らないんだ、本当は余らないけども、なんか今回ボーナスで1もらったんだよ。倒し方はまあ別にないっすね。とにかく周りの雑魚をまずは倒す。うん、で意外とこの弓が効くので弓をガシガシ打ってあげるといいです。でこの、振り下ろし攻撃には当たらないようにしてください。よし、いいね、いけ、よし、うん、もうちょっとダメージ与えたい。終わりかな。はい、25回クリアです。21分ぐらいかかったか、まあ、説明なしでスルッといけば20分以内でいける時もあります。さあ何が出るか。ダメダメダメ。はい、ということで、今日は完全攻略でした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。